富士急静岡バス株式会社は、静岡県の富士市、富士宮市を中心に路線を運営するである企業。営業所記号は W を用いるが、これは富士急行静岡西統括事業所のエリアを引き継いだためである。1993年1月1日、富士急行富士宮営業所を分社化して設立。分社化された時点でさほどエリア内路線の再算性が、 悪いわけではなかったが、より地域に密着した運営を行うための分社化であった。富士急行静岡東東括事業所のエリアを引き継いだ富士急シティバス、唯一の本体直営の営業所となった富士急行五天場営業所とともに、静岡県内の富士急グループの一翼を担っている。また、乗り合いバス事業から撤退した富士急グループの学南鉄道のバス路線も引き継いでいる。 富士市、富士宮市のコミュニティバス運行受託も行う。路線バス、高速バスについては、各営業所の記事を参照。コミュニティバスはパスモが利用できず、代わりに、回数券を発売している。静岡県富士市において、富士市、コミュニティバス、ひまわりバスを運行受託している。静岡県富士宮市において、市の支援を受けた、循環路線、急バスを、 運行受託している。旧バスは開業当初より石川タクシー富士宮が運行受託していたが、経営上の理由により富士急静岡バスに移管された。過去には富士宮市の旧芝川町地域の芝川バスも運行受託していた。富士急行全体としては日野車が中心であったが、静岡地区では椅子図車の導入も目立った。 蛍光外バス、エバー・クリーン・シャトルも在籍し、CNG バス導入以後は UD トラックス車の比率も高くなっている。2008年にはブルーリボンシティハイブリッドが2台導入された。2010年8月にはヒュンダイ・ユニバースが高速車として導入されている。また、学南鉄道の路線バス事業廃止に伴い一部の車両が移籍している。 もともと、学南鉄道バスは、日産ディーゼル車も多かったため、日産ディーゼル車の比率が高くなった。学南鉄道バスには、後部方向膜がなかったこと、バンパーが銀色ないしグレーだったこと、車内座席のモケットが赤色であったことから、識別可能であった。また、富士急行には存在しない、富士重工 6E 型ボディの車両も存在していた。CNG バス導入当初は、 CNG 重点の関係から富士吉田、川口湖への往復がある運用に限定されていたが、富士市内に CNG 重点施設ができたので、特に運用の区別はなくなっている。もちろん、下季には富士と山バスの運用に入る。2008年11月4日以降、在籍車両が順次ご当地ナンバー、富士山ナンバーに変更され、2010年1月現在で、 全車両のナンバー変更が完了している。2012年には、高岡営業所に、静岡県東部地区発の大型ノンステップバス、イスズエルガが導入された。ありがとうございます。